何よりこの国会の参議院の状況を新聞等で見てる限りでは、超ススピピーード、ド異例のスピードで審議をやってるこのままでいくとさっさと採決してしまいかねないという状況じゃないかとあの、皆さん心配しておられると思いますが、私も本当に心配しております。で、まあ なんとか今日は国会議員の先生方から、まあ、あの参議院の状況その他も聞いて、まあ、で,きればできれば参議院で、まあ、できるだけ多くの審議をして内容を明らかにしてもらうということはありがたいことなんですが最後の採決だけはさせないというところでしっかりあの頑張っていただければとそう思っております。 えー、今日私は TPP の特別委員会で、えー、ISDS に関わって質問をいたしました、えーまあ、石原大臣が基本的には答えたんですが、えー、日本が提訴されることはないんだと提訴されても負けることはないとずっと言ってまして私は弁護士なんですけど弁護士がこういうことをもし言ったら本当に懲戒者だと思いますけどもかつ約束をするなんていうのはとんでもない話で。 でかつです、ね、なぜそう言えるのかということについて、まあ、根拠は示せないわけです。いろいろ乱訴を防止するあのむやみやたらと提訴されないようにいろんな仕組みを盛り込んだんだというんですけれどもあの予定と違う答弁をしていまして事前にあの通告していたものとです、ね、違った答えをしてきましてというのは日本政府はこれまで乱訴防止策として4つあるというふうにペーパーで書いてきたわけです。 専、えーまあ、決問題だとかあるいは申し立て期間があるとか懲罰的損害賠償がないとか4つあったんですけど4つのうち2つはその通り一応言いましたがもう1つは全然別のことを言ってきてですね4つ全部は言わなかったんですねつまりこう自ら乱祖防止策だと言ってきたものについて、えー、言えなくなってですねこれまで言ってこなかったようなことをなんかいろいろ喋ってると。なぜかとというと乱防止策だ これで TPP は安全だというふうに言っている割にはその規定は例えば NAFTA でも入っているし他の二国間協定でもいくらでも入っているとところが実際にはいくらでも提訴されているじゃないか、まあ、そういう中でですねこの乱闘防止規定というのはもうほとんど意味をなさなくなっている、まあ、それを言われたくないがためにあの答弁を変えたんだと思いますが、まあ、そういうやり取りがありました。イギリリスのの、e、からの離脱これれもうグローバリゼーバゼションに疲れ果てて、e、が なんだかんだだか言ってくるとイギリスはイギリスなんだとイギリスでイギリスのことは決めていくとでアメリカ国民もグローバリゼーションでまたナフタの上に TPP だとか言ってるとそんなことよりも自分たちのことを考えてくれというので二大自由主義ですかね民主主義国、まあ、新自由主義国がサッチャリズムとレガノミックスの二つの国が方針を変更したんですね。それを 一週遅れか二週遅れで日本がまだその道を目指しているというのはおかしなことじゃないかと思います。まあ、クリントン大統領が誕生してたらちょっと嘘を言ってて適当なことするんじゃないかというのがあったかと思いますけど常識的に見てもう TPP は死んだというふうに言われてますけどこれはまだちょっと信用できないところがありますよね。わがままでヘラに叩いいてるというのは トランプさんと安倍さんと似たようなところが合うから意外な気があっちゃって変なことしだすかもしれないとですけれどもアメリカの公約は日本の公約よりずっときついですし、まあ、正確には分かりませんけれどもイスラム教徒の入国禁止だとかですね韓国と日本の核兵器開発その容認するとかそういうとぼけたのと比べると。 アメリカ国民有権者に対しても TPP は駄目だっていうのは相当前面に出していってたはずですからそう簡単にはあの覆されることはないと私は思います。